町山智博さん、アメリカ在住の映画評論家でいらっしゃいます。まあ、おなじみですけど、町山さん、こんばんは。こんばんは。ね、こんばんは。本当ね。町山さん、仕事しすぎじゃないですか？眠いです。でしょう。今、出てる雑誌、町山さん名前だらけですよ。すいません、頑張ってます。ねえ。だって、サイゾーとか身長45とか、今出てるだけでもね、もうたくさんお書きになって、ね。で、ニューズウィークのウェブサイトもやってるでしょ。あ、そうなんですよ。あと、この間、荒俣博先生と、なんだっけ、みずほ銀行かなんかの、会員誌で対談して、で今なんかね、自民党の機関誌かなんかからね、銀行依頼が来て、大物だと思うんですけど、はい、大物になってきましたね。守備範囲が広くていらっしゃる。はい、そうですか。今日何の話ですか？今日は野球の映画の話なんですよ。はいはい。ただ、まあ、野球ファンじゃなくても楽しめるというか、全然楽しめるっていうフルシュールの映画じゃないんですけども、ちょっと、まあ、大リーグ、まあ、メジャーリーグの知られざる部分を暴いた映画なんですね。シュガーっていうタイトルの映画を紹介します。はい。で、シュガーっていうのは、まあ、お砂糖って意味ですけど、砂糖って、まあ、砂糖キビから取りますよね。はいはい。で、その砂糖キビが取れるとこってのは、いわゆるその西インド諸島のキューバとかですね、ハイチとかのドミニカなんですけども、この映画の舞台はドミニカなんですよ。はい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 、はい、で今ドミニカの選手ってすごいんですよね。いっぱいいますよね。ものすごいいっぱいいるんですよ、サミー・ソーサー。そうですね、はい、まあ、ホームラン王のだからカブス あのサミー・ソーサーが、まあ、一番最近で有名な人ですけども、はい、この間ドジャースのですね、マニー・ラミレスがはいはい、ステロイドでちょっと出場停止になりまして、それで、あの人もドミニカ系なんですよね。エイロッドもそうです。アレックス・ロドリゲス。そうなんですよ。あのピッチャー出たペドロ・マルティネス。ペドロ、マルティネスですけど、このエイロッドとね、ヤンキースのエイロッドとドジャース あのラミレスは、ドミニカ人なんですけど、ドミニカで育ってないんですよね。あ、そうなんですか。ニューヨークのヤンキースタジアムのですね、周りってドミニカ人のこう街なんですよ。へー。あそこら辺でね、生まれ育ってるんですね。ラミレスはドミニカで子供の頃生まれたんだけど、ちっちゃい頃にこっち来ちゃってるんで。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。そうなんですよ。移民の子なんですか。移民の子なんですけども、ただ面白いのはヤンキースタジアムの周りにあるんですね、ドミニカ。野球場の周りに集まってるってその理由があるんですか？これは特にないんですけどもただ行くと分かるんですけども、ブロンクスってものすごい危険なところなんですよ、うん、ただヤンキースタジアムだけがねお城みたいなんですよ、はいはいはい、でヤンキースタジアムって最近建て直したんですよね、うん、知ってます、はい、同じ場所っていうか隣みたいなところにね、ものすごく高いんですよ、内野席で見るのに10万円とかそういう世界ですよ、うん、値段がね値段が、であと要するに、まあ、いわゆるその金魚鉢になってる特別席ありますよね、はい、特別席とか新しいヤンキースタジアムとか年間数千万円ですからね。まあ世界で一番お金がかかってる球団だってよく言いますもんね。そうなんです、まあ、一番儲かってるんですけど、はい、ただそういうところって何のためにあると思います？そういう狂ったように高い席、数千万円、年間ですけど、はい、接待用とか？接待用なんですけども、うん、これ、建築計画が立てられたのっていうのは、ずいぶん前なんですね、3年以上前になるわけですけども、要するにバブルの真っ最中だったわけですよ、うん、サブプライムですよ、うん、リバティブとかそういうので、ガンガン儲けてたやつらが、うん、要するに顧客の接待とかでもって、ヤンキースタジアム使ってたんですよ。うん、それ目当てで新球場作ったんですよ。ああ、じゃあ今大変だ。今だから誰も入ってないんですよ。ねえ、お客さんみんなガラガラなんですよ。ね、まあ東京ドームのねバックネット裏なんかそうですよね。政治家の人たちが値段全然違いますけどね、こっちのは高くて。で結局そういうところの周りはですね、非常に貧しいドミニカ人の人たちがですね、まあ、ブルーカラーの人たちが暮らしてるっていう、まあ、非常に両極端で天国と地獄みたいになってるんですけど。はい。でまあ、そういうところで生まれ育ったのがエイロッドとかラミレスなんですけどもね、でこのシュガーって映画はですね、なぜドミニカ系の野球選手がこんなに多いのかと、うん、いうことの、その、まあ、野球選手製造工場みたいなものの内幕を見せていくんですよ。広島もねドミニカに野球アカデミー持ってますもんね。持ってますね、はい、
で今ね、大リーグのチームは全部持ってるんですよ。え、全チームがドミニカに？全チームがドミニカにあの、野球選手養成所持ってるんですよ。へえ。今あの、要するにあのアメリカのリーグって全部で4軍まであるんですよね。はいはいはい。あのシングル A、ダブル A、トリプル A、メジャーリーグってあって、はい、ね、でその4軍全部足してですね、ドミニカ系の選手って500人以上いるんですよ。すごい、ものすごいんですけど、2番目がベネズエラなんですけどもね、でベネズエラの人もドミニカで養成受けたりするらしいんですよ、ドミニカのキャンプ行って。はいはいはい。でこの映画シュガーって映画そこから始まるんですけども、はい、主人公はシュガーっていう名前の男の子で18、19ぐらいの男の子なんですけども、はい、あのお父さんを失っちゃってスラムで暮らしてて、野球選手になるしかないと、家族も兄弟もいるしという状況で、そのシュガーっていうのはあだ名なんですね。でどうしてかっていうと、カーブ、ナックルカーブを投げるんですけども、はい、そのカーブがあまりにも美味しそうで、すぐナックルがあまりにも美味しそうでバッターの手が出ちゃうっていうことで、そのシュガーっていうスイートっていうですね、あだ名をつけられてる少年なんですけれども、はいはい、でその彼がもう親の期待とか兄弟の期待を一身に背負って、とにかく野球で頑張るしかないんだと、アメリカに行ってスーパースターになるしかないんだって言って、その、まあ、すごい掘ったて小屋みたいなところでですね、一生懸命英語の勉強するわけですよ。はいはい。で野球の英語だから、うん、要するにあの俺が取るから任せとけっていうのを I got it って言うんですけど、英語で、はい、日本だとマイボールとかいろいろ言いますけども、オーライとか言いますけど、はい、I got it と、そういう野球に必要な英語だけ覚えていくんですよ。ドミニカスペイン語でしたっけ。そうなんですよね、元々はね、はい、はい、だからもう野球選手になるために野球用語だけを教えてもらってると。そうそうなんですよ、ストライクとかそういうのだけ覚えてるんですよ、はいはいはい、ホームランとかですね、そういうのだけなんですけども、でところがですね、実際にそのアメリカまで行ける人はですね、うん、毎年ね6人しかいないんですって。うーん、各チームごとに。え、全球団がそんな施設を持ってるのに。そうなんですよ、ビザの関係で6人分しか発行されないらしいんですよ。あ、各チームごとに。そういうことなんだ。でまずその競争に勝ち残らなければならないってことで、もう友達なんかじゃないわけですよね、全部敵なわけですよね、自分の周りが、はいはい、でそれでまあ勝ち残ってですね、それで、まあ、アリゾナのキャンプに行って、そのここで見出されると、要するにどっかのマイナーリーグに入れるわけですよ、うん、ね。でまあ、これはカンザスシティナイツっていう実在しないメジャーリーグチームの下部組織ってことになってるんですよ、この映画の中では、はいはいはい、でそのアリゾナのキャンプに行って、それでまあ投げてるのを見られてですね、一応シングル A のチームにスカウトされるんですね、でされないとまた帰んなきゃなんないんですけど、ドミニカに、まあ、シングル A メジャーチーム4番ですよ、4軍ですね、4軍になるんですね、はいはい、でそこに行ったら今度はですね、そのチームっていうのがですね、アイオワにあるんですよ。アイオワ、アイオワっていうのはね、トウモロコシ畑以外に何もないとこなんです。どんなフィールド・オブ・ドリームスの舞台ですね。そうです、フィールド・オブ・ドリームスがそうですよ。アメリカの中西部、上の方ですよね。そうです、そうです、真ん中ですね、はい、ど真ん中あたりで、はい、はい、それで本当に地平線の彼方までずっとトウモロコシ畑しかないとこなんですけども、はい、で山もないんですよ。山もない、畑だけなんですか。まったらなんですよ、あ、そこ分かるんですけども、でドミニカから来たからもうびっくりなんですよ、シュガー君は。だって山もなければ海もないんで、あ、そうだ、何なんだここはと、うん、地球じゃないみたいな感じなんですよね、でしかもスペイン語を喋る人が誰もいないんですよ、うん、かわいそうにな。要するにメキシコ人とかも誰もいなくて、もう白人しかいない街ですね、うん、孤独ですね。あ、そこの州は黒人いないんですか。黒人も全然いないです、トウモロコシ畑なんで。へ、ほとんどいなくて、それカトリックの教会もないんですよ。へ、みんなプロテスタントの福音派の白人なんですよ、はいはい、でそこに一人でですね、まあ、シュガー君って黒人なんですけどもね、はい、そこで、まあ、たった一人の、まあ、黒人で、しかもそのスペイン語をしゃべるという状況で、その、まあ、野球頑張っていかなきゃなんないんですけど、でまた給料が安いんですよ、うん、週10万円ぐらいなんですよね、うん、でこれで40万円でいいと思うじゃないですか。いいと思いました。生活費とか全部出すんですよ、そこから、うん、来られた、転引きされて、うん、でしかも家族に送んなきゃなんないんですよ、うんうん、ああ、そっかそっか、だから全然手元に残らない、残らないんですね、はい、で食べ物はまずいというね、うん、アメリカの白人が作るもんですから、あ、食べられたもんじゃないわけですよ、でその中で一生懸命頑張っていくっていう話なんですけども、ここまで聞くと、うん、要するにいわゆるハリウッド映画だったら、それでも頑張って、
立派なピッチャーになって、まあ、故郷に錦を飾りましたとかスーパースターになりましたっていう話になっていくと思うじゃないですか、うん、サクセスストーリーだと思ってるんですけど思うでしょ、はい、ところがこの映画はねハリウッド製の映画じゃないんですよ、うん、いわゆるハリウッド製の映画っていうのは要するにまあ全世界から資本を集めて作る映画なんで、うんうん、ハッピーエンドじゃないとなんないんですよ、はい、みんな納得するように作るんだ、はいはい、っていうかまあ要するに資金をもらって作ってるから、うんうん、要するにまあ商品なわけですね、はい、例えば電気製品で要するに使った後後味が悪い電気製品というのは作れないわけですよ、そうですね、はい、食べた後後味が悪い食べ物っていうのは売れないわけですよ、あ、そっか、だからハリウッド映画っていうのは必ず後味がよく作られるんですよね、でこの映画実はハリウッド映画じゃないんですよ、これインディペンデントの映画なんで、はい、要するに出来上がってから売る映画なんですね、はあはあはあ、はい、でこのシュガーって映画はどんどん話がちょっと予想もつかない方向に流れていくんですよ、はい、でシュガー君はまず怪我をしてですね、まあ、これちょっと僕思うんですけど、これ日本で公開される可能性がほとんどない映画なんですね、はあ、そうですか、スターが誰も出てないんですよ、はあ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 、でしかも野球でしょ、ええ、でセリフのほとんどがスペイン語なんで、ええ、多分日本公開不可能だと思うんです、ええ、シュガー君はじゃあ俳優じゃないんですか、主人公はのシュガー君は、ええ、野球をやってた子を現地でスカウトして見つけたド素人、そうなんだ、あ、そうなんですか、はい、それはまず公開ないですね、公開の可能性がないんで、ええ、話をしちゃいますとですね、怪我をしてしまって、怪我をしちゃって、野球選手でも怪我をしちゃうとなかなかそこから立ち直りにくいんですよね、で結局薬に手を出しちゃってドーピングで出場停止になっちゃって、でどんどん追い詰められていく中で、その自分を見つめるようになるんですね、試合しない分、はい、で結局俺って野球が本当に好きだったんだっけってことを考え始めるわけですよ、そうするともうドミニカの子たちは野球はもう生きるための手段で、その貧困から抜け出すため その、まあ、失業率 30% 以上なんでね、仕事はないんで、もうたった一つの手段だから野球やってるだけで楽しくもなんともなかったんですよ実は、で気がついちゃった、結局自分のアイデンティティにこう疑問を持ち出してですね、僕が本当に楽しかったのは何だろうってことを探しに、僕は一体誰だろうってことを探しにチームを出てですね、アメリカをさまよい始めるんですよ、そこからね予想もつかない展開になってくるんですけど、そこからでもニューヨークヤンキースっていうのは憧れだったから行ってみようってことになって、はい、でブロンクスに行くとその周り全部ドミニカ人の街なんですよ、はい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 、でびっくりしてそこで家具大工がの店があって、そこに顔を出すとですね、実は子供の頃死んだ父親が大工で、大工さんで、一緒にテーブルとかを作るのが楽しみだったことを思い出すんですね、シュガー君は、でまあ大工さんの仕事をしながらですね、あ、これが俺の本当にやりたかったことなんだってことに気がついていくって話なんですよ、で、まあ、結末までは完全に言いませんけれども、ここでこの映画がね突然ねドキュメンタリーみたいになってですね、そのブロンクスに住んでるいろんなラテン系の人たち、まあ、プエルトリカンとかベネズエラの人とかいっぱいいるんですけど、ドミニカ以外にも、の人たちが次々と出てきて、私はシカゴカブスの訓練生でした、私はどこそこのチームの練習生でしたって言って、ゾロゾロ出てくるんですけど、全員本当なんですって、これ、だから実はそのわずか数人のスーパースターがいる中で、その背後にもう何百人じゃ聞かないですね、もうそれこそ何千人ぐらい の、その挫折した、そのアメリカンドリームをつかめなかった人たちがいっぱいアメリカに入ってきてるんですね、アイオワじゃあ一人も出会わなかったのが、そうなんですよ、ヤンキースタジアムまで行ったら周りはみんなそうだったと、そうだったっていうね、ええ、でまあ、もちろんそこからエーロッドとか出てきてるんですけども、はい、でこの映画でね何が言いたいんだろうってことはね、このシュガーってタイトルに込められているんですね、はい、これサトウキビなんですけど、昔アメリカはドミニカとかハイチを軍事的に植民地にしてたんですね、ついこの間まで、はいはい、であと独裁政権を援助したりして、で、まあ、黒人の奴隷の人たちサトウキビを作らせてたわけですよ、ずっと長い間、はい、でもうそういう制度はなくなったんですけれども、はい、野球という形で、その奴隷制度みたいなものはまだ温存されてるんじゃないかってことを言ってるんですね、なるほど、はい、WBC なんかこの中南米のチームは優勝候補としてねたくさん出てきましたけれど、そうなんですよ、ええ、だから結局まあ、野球というものを使った帝国主義が現在も続いていると、ええ、いうことをシュガーというタイトルに込めてるんですね、あ、そうなんですか、この映画自体が、うん、でこれで見てやっぱ思うのはやっぱり WBC のことですね、やっぱりね、ええ、で
で今日本が WBC 優勝したりしてみんなすごく喜んでるじゃないですか。日本は非常に盛り上がったんですけれど、アメリカはすごく淡々としてると。勝ってもアメリカではほとんど報道がなかったんですよ、ええ、だってこの WBC っていうのはアメリカ人のためにやってることではなくて、ええ、これはゆくゆくはアジアにメジャーリーグのアジアリーグを設立するためのメジャーリーグをのマーケットをアジアに広げるための戦略の一環なんですよ、はいはい、しかもなんか見本市みたいになってるとか。そうです。だからワールドワイドドラフトっていうんですけども、いい選手を引っ張り込むための手段でもあるし、前、まあ、話したことあるんですけど、インドでも野球をなんとか広めようとしてるんですね、はいはいはい、今メジャーリーグは、で中国にすでにもう進出してますよね、で結局アジアリーグ作っちゃうっていうのは最終的な彼らのなんとか夢なんですね、メジャーリーグの、うんうん、でそしたらどうなるかっていうと、うん、要するにセ・リーグ、パ・リーグは二軍化されるんですよ、うん、なるほど。メジャーが一軍 で、そうなんです。で日本に二軍があると、そういう形になるんですね、もう徐々にそうなった感じありますけどね。で韓国チーム、日本チーム、中国チームとか戦うっていうのは一軍になるわけですよ。ああ、ね、でそこでの収益は全部アメリカに吸い取られるわけですよ。あ、なるほど。まさしくサトウキビと同じようなことになってしまうわけです。ああ、結構そういう、そういう構造がね。もう WBC は完全にそういうアジアをマーケットとして、あの、要するに吸収するための戦略だって言ってるんですけどね。はい、それはもう別に隠してないんですけども。ちょっと欺瞞があるぞみたいなことなんですかね。こう、野球を広めましょうみたいなことを言っておきながら。言っておきながら、まあ、要するに、まあ、マーケットを広げることは最大の目的なんで。あ、もう映画と言いながらすごくドキュメンタリーに近いんです ですね。後半で出てくる人たちは本当に元あの野球選手たちで、もうドキュメンタリーギリギリの世界でしたね、はい、ありがとうございました。今日はシュガーご紹介いただきました、はい、映画評論家の公開予定はないですね、はい、え、日本公開はされないと思います。公開の予定ないしということでね、はい、映画評論家の町山智博さんでした。ありがとうございました。また来週よろしくお願いいたします、はい、よろしく。